ム様、葵のことを忘れないでください。どうかお達者で。葵ちゃん。カオル様。明日には戻ってくるんだから、そんなに泣かなくたって。そうですよ葵様、法事でたった一泊するだけではないですか。でも。お車が到着しました。さあ葵様、参りましょう。はい。カオル殿、私たちがいない間留守を頼みましたよ。屋敷は自由に使って構いませんので。はい。カオル様、カオル様、いってらっしゃいませ。あ、洗い物終わったの？はい。ご苦労様。ティナ先輩はまだ寝てるんですか？おそらく。いくら九州時代のお友達と会ったからって焼酎を一升瓶で5本は飲みすぎですよね。しかも飲んだのはほとんどティナだったらしいし。地球が全速力で回ってるたい。大丈夫でしょうか？ちょっと覗いてきましょうか。大丈夫大丈夫、もう少ししたらケロッとした顔で現れるって。それならいいですけど。あ、電話。ちょっと失礼します。葵ちゃんと雅さんがいないと思うだけで妙に広く感じるもんだな。でもそれはやっぱり。え、そうですか。はい、わかりました。どうかしたの？あ、それが。よし、じゃあ行くぞ。水月、鈴木、佐藤。ねえ。早いですね、電話切ったばかりなのに。え、今の電話お前らか？そうだ、玄関前からかけた。水月、これに着替えてこい。え、急げ。あ、はい。佐藤、今のは一体何なんだよ。撮影会だよ、撮影会。撮影会？何の？これだ。電車。おお、なんと倉敷であの165系の記念列車が走るんだ。あの直流急行165系だぞ。これに燃えない奴がどこにいる？ここにいるよ。佐藤、お前はてっちゃんじゃないだろ？なんで一緒に？あの佐藤副部長、これでいいんでしょうか？はい。おお、グレート！水月、敬礼！え？あ、はい、敬礼！パーフェクト！ブリリアント！これぞ究極のアイドルコスプレ一日駅長さんだ！一日駅長さん？そうだ、わかったか。俺は記念列車を、佐藤は列車をバックにした一日駅長さんを取るというわけだ。一人旅は退屈だろ。これぞ完璧なる旅は道連れツアーさ。おいおい、そんなことのために太鼓ちゃんを連れて行く気かよ。そんなこととは何だ。じゃあそういうことなんで。明日中には戻るから。あ、おい先輩、すみません、これもカメラマンになるための第一歩なので。また騙されてる。あ、明日中って一泊かよ。おい、ちょっと待った。素早い。え、嘘でしょ。本当なんだ。記憶が消え始めてるんだ。そんな。このままじゃいずれ僕は君のことも。つまんないな。おはよう。あ、うん、お腹すいたわい。大家さん、大臣ご飯。いないよ。おら、なんで？葵ちゃんと雅さんは法事で実家、妙子ちゃんは騙されて倉敷まで撮影旅行。なんだ。ティナの朝食は冷蔵庫に入ってるよ。
じゃあ今ここにはカオルと私の二人っきりっちゃね。え、あ、言われてみれば。二人っきりっちゃね。どうしたどうカオル、顔は赤くしてから。え、あ、いや、別に何でも。ナンバ動揺しとと。いけねえ、何考えてるんだ俺。そんな変なことになるわけないじゃないか。落ち着け落ち着け。出たいか。ダメだよ、勝手に出すとみやびさんに怒られちゃうんだから。カオル、カオル、ちょっと。あ、どうしたアティナ、やっぱ作るのギブか。なんよと、失礼かね。じゃあなんだよ。悪いっちゃけど袖ば上げて。袖濡れそうたい。ほら早く。はいはい、じゃあこっち向けよ。急がんと濡れるったい。後ろから上げて、早く早く。後ろから、もう。あ、早く。あ、ごめん。ありがとう。あ、いや。さあ、カオルんために美味しいもん作るわい。雷鳴とどろき、魔人が吠える。ティナっていい匂いがするんだな。いけねえ、俺また変なことを。お待たせ。明太子スパゲティか。意外にまともな料理じゃん。なんなら期待通りの飯は作ってもよかよ。いただきます。どげ。うまい、うまいよこれ。やったー、よし私も食べよ。ディーナ、これだけちゃんと料理できるんなら一人暮らしだって大丈夫じゃん。カオル、わからんと私の気持ち。私ディーナ、私毎日飯作るのめんどくさいっちゃもん。あっそう。ティナ、風呂開いたぞ。先に入れよ。おーい。お風呂が沸いたぞ。ガスガマ吠える。今こそ地球の悪。あれ、どうした？風呂入るんだろ？え、あ、うん。そうやったそうやった。なんだ？入っちゃえばこっちのもんたい。なんか落ち着かんじゃね。よし、ここは一つ歌で景気づけばい。雷鳴とどろき、魔人が吠える。今こそ地球の撃て。あれ、なんだ停電かよ。参ったな。配電盤どこかな。あっ、たったったった。ダメだ、どこをどう探していいかわかんない。あ、そうだ、ティナのやつ大丈夫かな。
外と危ないな。おいティナ、大丈夫か？ティナ、なんだ？ティナ、いるんなら返事しろよ。ティナ、カオル！ああ、怖かった怖かった、マイカオル！ティナ、こいつ裸じゃねえか。だ、ちょっと待て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 、とにかく配電盤の場所が分かんないから今夜中の復旧は無理だな。なあ、このろうそく持って行っていいからもう自分の部屋で寝ろよ。いや、いやって。暗いの怖いもん、一人で寝るのやだもん。あっ、ちょっと待ってな。今夜はカオルと一緒に寝る。一緒ってこら。原始島と安心する。あれ、いない。ティナ、もう起きたのか。なんとか理性を保つことができた。葵ちゃんの時も大変だったけど、ティナは別な意味で大変だった。おかげですっかり寝不足だ。おはよう、カオル。おはよう。ちょっと待っとって、すぐご飯できるけん。ん？あ、夕べはありがとう。え？あ、うん。やば、葵ちゃんごめん。ひぃ、カオルに褒められたけん、また作ったわい。あ、そう、寝起きから明太子スパってどうよ。それじゃ、いただきます。どげん。配電盤に水が入っちゃったんだって。ふーん、火事にならなくてよかったな。カオル、ん？後で神社行こう。神社？うん。へえ、アジサイ市か。大当たり！いろんなものがあるんだな。あ、ん？何？カオル、あそこ行こう。え？あそこって賽銭箱のとこ？うん、あのガラガラ振ると。ガラガラ？無理だよ、あんなに混んでちゃいけないよ。やだ、ガラガラ振る。別に今じゃなくてもいいだろ。ガラガラ振りたい、ガラガラ振りたい、ガラガラ振りたい。なんであんなの振りたいんだよ。だって子供ん頃パパとママと3人で振って以来やってないっちゃもん。それにそん時ちゃんとお祈りできなかったっちゃもん。だけん土下しても振りたか。ほら、頑張れよ。振るんだろ、ガラガラ。カオル、やっと着いた。さあ、ティナ、思う存分振れ。うん。
幸せでありますように。え、なんかおかしかった？いや、別に。なん？もう、なんで笑うと？カオル！もう、なんかおかしいの、カオル！もう！だって、ほんとっちゃもん！なんだよ、それ。カオルは変わってたいね。え？出会って間もない頃は。おはよう。おはよう。なんちゅうか寂しそうちゅうか、誰も心の中に入らせんち感じがしたたい。だけん私カオルバー写真部に誘ったとよ。俺そんなだったっけ？そうばい。そう、私ずっとカオルバ見とったけんわかるったい。え、ここへ引っ越したおかげたいね。大家さんも管理人さんもよか人やし、えらい心が和むったい。私がアメリカ人やけんっておかしか目で見られんし、困ったコツがあれば真剣に悩んでくれるし、まるで本当の家族んごた。家族？本にすごか人やね。大家さん気立てが良くて、家事は何でもできて、あれが大和なでしこってやつだよね。どげな生活はしたらあげん風になれるっちゃか。私大家さんごた日本人に生まれたかってたい。そげんやったら私。え、何？ううん、なんでんなか。さ、飲もうカオル。ティナ、よし、飲むか。お、飲むばい。あ、そうだ、うずめも飲もう。あ、こらこら、うずめを出しちゃダメだって。なん、ケチかこと言って。ダメなもんはダメなの。ケチ、そげんこと言うカオルには飲ませんばい。なんだって、おい、俺のビール。ちゃん、おかえり。カオル様ったら、こんなところで寝たら風邪をひきますよ。あれ？え、何か？別に。ティナ、先に部屋に戻ったのか？あの、それで。え？あ！みやびさん。カオル殿。はい。これは一体どういうことですか？え？あ！これは…あ、うずめ！カオル殿、確かに屋敷を自由に使っていいとは言いましたけれど、うずめを離して荒らしていいとは言ってません。俺、知らないよ。とぼけてもダメです。罰として、今からここの片付けと屋敷中の掃除をしてもらいます。今から？今からです。嘘。私、手伝います。いけません。はい、掃除始め。なんで俺が…ごめん、言わない。はい。ちょっと離してください。揉まないでください。もうティナ先輩ってば。もうカオル、葵はもうカオル様にお会いできないかもしれません。私迷ってるんです。愛より青し学びよ、葵はいつだって。